今今日は今ネッッットトト上でのホットトピックコラボ案件というかひまそらあかねさんの案件少し続報が出ましたのと別の角度から紹介しておこうかなと思います。ざっくりとまず前段としてまとめておきますと東京都の貧困女性を救うかなんかっていう事業の事業委託を受けている一般社団法人コラボさんというところがありましてこちらの会計だとか、まあ、やってることだとかに あれ,あれあれあれということで、ハンドルネームひまそらはかねさんが突っ込みを入れました。まあ出発のところはいろいろありまして、まあその中で有名なことを一つ言いますと、食事を出している。え、この食事にそんなおいくら、おいくら何千円とかかかるんですかという。まあ私が確認した映像でいきますと、ロールキャベツ1個、水菜、価格の優等生水菜が少し切ってあって、でその後ろにちょっとね、乾いてんのかなっていうようなレタスがあって、プチトマトが1個、伊勢玉が半分。 でご飯私が計算するとそれ原価ロールキャベツの方はなんか薄そうなトマトソースで煮てあんのかなっていう感じで、まあ、私の、まあ、うちの近所ねあの物価安いんでとてもリーズナブルなところなんで私がパチ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 って「願います」って計算してるところでいくと大体に1食200円もあればできるかなあもちろん何食作るかによっても変わりますよ。 何色作るかによっても変わりますけど、当時発表されていた数字からいくと、何人数分からいくと、200円かかるかなかかんないかかかんないだろうなかかんないだろうなっていう数字。ただそういうところのツッコミが入っている中で、この暇空あかねさんが、とある弁護士の方から、誹謗中傷、罵詈雑言レベルのことをツイートされていた。ただこれ暇空あかねさん曰く、相互ブロック。相互ブロック。 お互いでブロックしていたんで見えないところでやっているんですが、まあ、しかし何だかいちいちひまそらさんのことに絡みついてきていた、まあ、これによってひまそらあかなさんはこの弁護士を訴えてやるとていうかまあ懲戒請求ですねあの公の場で、まあ、ネットという公の場で相手の名誉だとかを貶めるような誹謗中傷割増をこれはいかんのじゃないかということで懲戒請求を出した。 その前、タイミングと前後してですね、一般社団法人コラボさんの方が、えー、代表を務める二頭夢の、え,ーもえ、えー、二頭夢のさん、島空あかねさんが、ツイッター、ノート、えー、そして YouTube などで、こうしたいわゆる疑惑について、どういうものですかという訴えかけをしていたとしておきます。これについて、えー、二頭さん側、そしてコラボさん側が、誹謗中傷ばり増言だということで、訴えてやる。 でこの時弁護団が今セブンナイツからエイトナイツになったんでしたっけえ7人とか8人の弁護団が眼首揃えてもうこんなね誹謗中傷許さないって訴えてやる訴状出しますからということを国会の議員会館でやりましたこの議員会館というのは国会議員の皆様が何かを訴えるときあるいは国会議員の方がなんかねもう訴え出たい人との間を取り持ち まあそういう形でやるんですけどなんかその場に国会議員がいなかったとかっていう話なんですけどテレさんなんですかねまあまあまあ、まあ、そういういろいろな疑惑が浮上する中で訴えてやると言っていたでひまさらさんの方にまだ訴状来てないよというのが10日ぐらい続きましたかねでようやく昨日訴状が届いたということで、えー、今までのが前段でここからお話になっていきます これさ、仮執行とかアホかと思うけど、俺が本当は金なくてこれでビビると思ったんかということで、ちょっとだけよーん、ちらっと、素状ですえ。ちなみに素状の細かいところ、ひまそらあかねさん、ご自身のノートで有料コンテンツとして販売しております。あの、ご興味のある方、応援しようかな、あるいはまあ、ちょっとね、物見愚さんじゃないですけど、ちらっと望みきしてみようかなって方、えぜひひまそらあかねさんのノートの方をご覧いただければと思います。さあ、訴えてやるとやられました。どうなったか。 まずその中ではですね、こうしたものが証拠ですよという目録があって、ここもまだひまそらさんが無料でツイッターで公開している部分なんで、こちらまでは紹介できるかなと思います。くさくさくさ。えー、懲戒請求書を証拠で使っててくさくさくさ。<laughs> それは想定外。アホやろ。個人情報保護を知らんかったかということで。こちらですね。いろいろあります。ツイート写し。被告が中川弁護士を対象として懲戒請求書を送ったこと。 で、えー、請求書、懲戒請求書を写し、被告が送った懲戒請求書の記載内容、住所などの記載がある、えー、ということでして、これが何かと言いますと、先ほども説明しましたように、ひまそらさんのことを、誹謗中傷、バリ増言をしてるとひまそらさん側が思った。そしてこれについての懲戒請求をかけた。この懲戒請求をかける際には、自分の名前と住所を申告しなければなりません。で、懲戒を受けた側は、弁護士先生の方は、 はい、〇〇さんから懲戒が来ましたよと。で、これを確認してどうするのかという話になるんですが、これ、あくまでその弁護士さんの振る舞いに対して懲戒請求をかけるものであって、で、その当事者である弁護士先生が見るもの。えこれ、ひまそらさんと中川弁護士との一対一、マンツーマンの、マンツーマンの関係性。えここに、二藤夢野さんとコラボさんが入っちゃった。えそしてこれについて、 個人情報の違反じゃないかということを、ひまそらあかねさんが今主張して、2回目の懲戒請求をするとかしないとかっていう話になっております。最終的に裁判所なり弁護士会なりがどのように判断するかっていうところなんですけれど、弁護士の先生がご自身の職務を通じて知り得た情報というのは、これは守秘義務の対象になります。で、これ、 弁護士の職権乱用とかっていう別の刑法とかもありまして、ここでまあちょっとね、あまり私、法律のね、専門家じゃないんで、ここにバッジつけてないんで、まあここで控えておきますけれど、これ刑事事件になっちゃうと、その弁護士バッジがですよ、消えた、消えた、消えちゃった。もうつけられなくなっちゃうんですって。可かわいそうに。まあなので今後どうなるかわからないんですけれど、まあそういったことが起こっているということです。ただこの守秘義務違反について、 あの行列ができる、えー、法律相談所の状態のように、さまざまな意見が飛び交っているということなんで、この番組的にはあくまで是々非としてそれを紹介しておこうと思います。それがこちら。渡辺テル人さんというお読みするんですかね、えー。弁護士先生だったと思います。 みんな書き始めたので、懲戒請求書に記載された請求書の住所を依頼者に開示して使用することについて、試験を書くと。私の意見を書くと。そもそも個人情報保護法の射程か疑問。仮に射程に入っても、名分の除外規定があるので法違反ではない。懲戒請求者が依頼者やえ事件関係者であればともかく第三者に対して守秘義務はない。え <laughs> 第三者に対してはもっとまずいんじゃないですかね。 弁護士の業務においての懲戒請求を受けて、それを他の弁、他の裁判に使っちゃったことは、まあ確かに個人情報保護に入るかどうかっていうとちょっと微妙ではあるんです。というのは、これ個人情報保護法というのは、あくまで個人情報を使って商売をしている、この業者さんに対して、まあこれを対象とした法律だと言われております。なぜこの私それに詳しいかというと、IT 界隈。 そして広告か界隈。この個人情報バッチリぶつかりまして、相当、あの、お勉強、お勉強させていただきました。というのは、ダイレクトメール。ダイレクトメールを出せるか出せないかっていうんで、これ、相当、あの、広告業界、頭抱えたんですよ。そして、その当時から今に至るまでの、一応、立法の精神というのが、 個人情報をを扱うう業者さんを対象ととしたものというのいが第2点,点は自自分分が載ったた掲載された個人情報を自分で取り下げる、まあ、つまりダイレクトメールを送られてくるけどもう迷惑だから二度と送らないでくれっていう訴えを個人が企業に対してできるという、まあ、こうした立てつけになっていると言われています。よってこの渡辺先生がおっしゃる個人情報保護法の射程射程何だかよくかんないですけど、まあ、そこに入るかどうかっていうのは分かりません。 ただ、目的外利用。弁護士業務に隣接するところでの得た個人情報を目的外に使っているということ。まあ、これは今後ですね、弁護士会なり、あるいは裁判所が明確に判断してくれるんじゃないかなと思います。よって、これ、今回ここで紹介したのは、その個人情報保護法でだわということで、まあ、いろんなところに仮にですよ、この番組ご覧いただいてる皆さんやらないと思いますけど、売れ、個人情報がとかって絡みつくと、 なんかね、ちょっと面倒くさいことになるかもしれないんで、そこはちょっとかかとに体重を残してほしいなということから紹介しました。続きまして、別の見解があるようです。え高橋祐一郎さんという方。普通に考えて、僕は懲戒請求の対象弁護士で、懲戒請求者の住所を弁護士会から開示されましたが、その住所を懲戒請求手続きとは無関係の第三者に,無関係の第三者に開示したりえ、別件訴訟で利用して構わないですかって弁護士会にあえて確認したら、やめてくださいって言われるでしょうね。 はい。ここの時の、ちょっとまあ法律的なとかっていうやり取りの用語の中で、第三者っていうのは、要や、二さん、二藤さん、中川さんからしたら、友達、丸立ち、知り合い。だから第三者じゃない。あ、これ通用しません。第三者っていうのはあくまで当事者。マンツーマンディフェンスの1、2で、これ以外の人たちのことが第三者です。まあ一般的な常識の読み替え的にはそんな感じになります。マンツーマンディフェンスに対して、その他以外の。 なるんで、まあ、この第三者に開示したり、別件訴訟で利用して構わないですかっていうのはいけないんじゃないかなって、私の知っている法律の世界でもこういう解釈かなと思います。そしてこの件はですね、次元社、あの、三品淳さんがこんな記事書いてました。ドン。コラボ問題、ネオド話、東京都若年女性支援事業にマスコミが肩入れする理由。ということで、三品淳さん、 えいろいろな、まあ、問題を追いかけていて、本当に現地に飛ばれてですね、掘り下げていくジャーナリスト。私、非常にあの参考にさせていただいております。この三品淳さんがですね、まあ、いくつか問題点を拾い上げまして、その中でもですね、東京都が一般社団法人コラボ、特定非営利活動法人ボンドプロジェクト、特定非営利活動法人パップス、 一般社団法人若草プロジェクトの4団体に事業を委託しているここでポイントになってくるのが事業委託です。本件をようやく先週の末ぐらいからいろいろな人たちが取り上げているんですがその中で事業委託と助成金補助金と勘違いしている方少なくありません少なくありませんこのここが結構のの問題の ちょっっとととと厄介ななこころろいいうか分か分りにくいところにくてます事業委託ということは東京都の方がその事業を認めた時点で丸投げとは言わないんですけどかなりそれに近い状態でお金出すような形になるんですねその前の段階で、えー、事業計画書とかいろいろなものを出してで今回ひまそらあかねさんがこの事業計画書の情報開示請求したところこの事業計画書が全部のり弁 全部隠されて立つのはこれミラクルなんでちょっと今後ここは検証が必要だとは思います思いますが一方で助成金とか、えー、補助金の場合っていうのはその事業資金に対して半分とかっていう形なんですけど事業委託の場合は、まあ、ある程度の予算枠の中でうまくやってくださいねっていう形になりますなので単純に受け取ったお金とのその辻褄が合わないっていうだけでは本件ってで ほじくれななないいかなとかとと思いますただですねまあいろいろな疑惑だとか疑問だとかっていう中でこちらちょっと私重要だと思うんで皆さんもと共有しておこうかなと思います次元社の三品淳さんいろいろ調べて独自の見解を今回紹介しておりますがお金のことについてもいろいろとありますここの細かい数字に関しては次元社の、えー、ホームページの方を当たってください 私の取材じゃないんで、これはあくまで、三品淳さんの取材なんで。筆者の味方にあればあ、誤りがあれば、お詫びをするが、何しろ確認しようにも、え、確認できないということです。まあ、つまり、三品淳さんはいろいろな情報開示請求などなどから、あとは公開情報などなどから、調べて数字の辻つまが合わないかなと思って、確認しようと思っても、連絡先がわからない。 コラボではバスカフェ以外の活動場所や電話番号など安全のため公開していません。ネットに載せられている住所は間違っていたり、スタッフは女の子たちの状況に合わせて各地で働いているため、動いているため、突然事務所を訪ねても不在です。ということなんだそうです。で、とりあえず SNS 上の DM、ダイレクトメールに質問を投げてみたが、点ん、てん,てんてんってことはこれ返事がないってことでしょうかね。そして、突然困窮した女性が駆け込んだらどう対応するのか。また相談件数では電話が711件とあるが、あれ 電話件あるそうです番号が非公開なのに相談者たちはどのように連絡先を聞き取ったのか聞き知ったのか LINE やメールで対応対した後で専用の連絡先が伝えられるのかそれに生活困窮者の場合果たしてメールや LINE が常時使用できるか状態かとは限らないつまり困ってる女性が連絡取ろうとして電話で相談したって言うんですけど電話番号がわからないんうん白がこう言ってます 耳耳耳年歴年歴っていうテレパシーですかね冗談ですよ冗談です。まあ、考えられるのはアウトリーチという声かけ活動などで女性に名刺なり何なりを渡していたのかなかなっていうとこなんですけど本当に困ってる女性に対してであるならばこれはもっと公開情報でそれこそマスコミの皆さんがこちらの電話番号にという。 あの旧統一教会における被害,者連被害者弁護士連絡会弁護団は最近できましたけどねあれみたいにマスコミの方で繰り返しね電話番号こちらに困ったらこちらにっていう形で啓発した方がいいんじゃないかなという気がしますそれこそその入り口の部分の受け付けの部分は東京都がねやるとかっていうのが一つの方法だと思いますまあ懲戒請求を利用してまそ証拠として差し出したコラボの弁護団というのが今の現地というところで